黒神山の自然の素晴らしさを感じることができる場所、島千房公園。この大自然の中で行われていたのはキャンプではなく、なんとサウナ。疲れた心と体を整えるサウナは近年男性女性関係なく人気なんです。今回はサウナで整う、そしてサウナ飯で満たす、楽しいイベント、島千房サウナフェスの様子を紹介します。もちろん私もサウナを体感。ちょっとやばいなこれ。果たして私小野は整うのか整わないのか。はい、どうも小野です。今日は雨は降らない予報だったんですけれども、雨に見舞われたそんな最中の外ロケでございます。ということで私が来ているのは武雄市山内町千町房憩いの広場キャンプ場です。小野さんとかってどうですか、最近仕事の疲れとか。はい、まあ慢性的な疲れには悩まされてはいますね。まあもちろん心もから体も心も疲れています。はい、今回、はい、小野さんにはサウナに入っていただきます。はい、私サウナの作法も全く知らない初心者ですけど大丈夫ですか。大丈夫でしょう。いわゆる巷ではこう整うブームがありますけれども、はい、整ったことがない私も整えられる、そんなサウナの体験になるでしょうか。なります。ぜひ整っていただきます。じゃあちょっとよろしくお願いします。なんかめっちゃいい香りしますよね。なんかすごいポスターとかでしか見たことない風景です。あ、受付ですね。はい、こちらか。そうです。こんにちは、すみません、ケーブルランの小野と申します。こんにちは。今日のイベントにぜひちょっと参加したいなと思って来たんですけれども。はい、ありがとうございます。島千房サウナフェス、これってどういうイベントとして企画されてるんですか。もともと武雄市で行われていたイベントなんですけれども、はい、それを今年の4月から民間の弊社の方が受託しまして、はい、それを引き続きやっていくっていうことでですね、はい、やらせてもらってます。テントサウナを、以前から推してまして、はいはい、でテントサウナで整っていただいて、はい、この大自然の千町房を、はい、でも整っていただいて、はい、でまた美味しいご飯が食べれるっていう、そういったイベントになってます。なるほど。こんな慌ただしいこう社会の中でもこうちまちませずにちまちませずにサウナで身も心も解放して、そうです、ね、美味しい料理を食べていこう。はい、はい、そんな感じのイベントですね。はい、ちょっと私サウナ初心者なんですけども、はい、これなんか教えてもらえる方とかいらっしゃるんですか。あ、はい、サウナに、はい、精通した方がいらっしゃいますので。あ、こんにちは。こんにちは。オールナイトサウナの方です。違いますよ。あ、違いますか。さっきちょっと関係的に危なそうです。サウナ大好きな一般人ぐらいにしておきましょうか。あ、毎日365日こうサウナに入って、はい、蒸されて、はいはいはい、るプロの方かなと思ってたんですけど、どう言っても盛られる感じですねこれ。ああちょっと整わんなコメントが。いや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 、困った困った。こんにちは。こんにちは。ちょっとサウナを楽しまれてる最中ちょっとお話聞いてもいいですか。はい。あ、結構皆さん中入ってらっしゃいますね。何人組ですか今日。今日6人です。どれぐらい入れますか。気持ちの持ちようっすね。気持ち。あ、なんかでもなんか中めちゃくちゃいい香りがするんですけど、これ何ですかこれ。今レモングラスの水をかけてるような形ですね。あー、なんかそんなフレーバー的なやつも楽しめるんですね。ですね。皆さん結構もう普段からサウナ行かれるタイプの方ですか。もうガツガツ行きますね。あ、そうなんですね。私サウナ初心者なんですけども、ズバリ整うってどういうことなんですか。整う、整う、難しいな。
宇宙と一体化するような形でこの蒸される空間と宇宙とつながるわけですね。そうですね。なるほど。じゃあちょっと今日はこの後どうされるんですか。なんかキャンプをしたりとか。いや、もうそこのサウメシで食って帰ろうかなって。ああ、なるほど。キャンプまで考えてなかったですね。サウナの締めはご飯ということで。そうですね。いや、ちょっと私もこの後ちょっと皆さんに習って体験させてもらいます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。は自然と一体化したこれから椅子で座って、はいはい、あとさらにこの自然を体で味わいたいと思います。完璧なコメントいやいや CM みたいな、はい、もう整われましたかもう今何セットぐらいこう水風呂と3回ですか。どんな感じですか、気持ち的には。なんか気持ちいいですね。もともとキャンプは好きで。あ、そうなんですね。キャンパーさんなんですね。パーまではいかないですけど、キャンプーぐらいですか。プーぐらいです、はい、キャンパーとしては日頃からされてたけど、まあ、そうですよね。最近こう外のキャンプとかサウナって流行ってますもんね。キャンプというよりキャンピングカーの方が好きキャンプよりカーの方なんですね。あ、すみません。そしたらちょっとだけ違いましたねじゃあもうまさにこう新しいジャンルを今日初体験されたみたいな。ハマりそうですか。あ、なんかいい感じ。ハマるかもね。じゃあ、あ、本当ですか。サウナ入ってみていかがでしたか気持ちよかったね。気持ちよかった。インスタで結構情報発信をされてるので、あの随時情報を見ながら、予約もインスタでできるっていうことだったので、はい、で電話とかより取りやすくていいなって思いました。はい、香りがいいよね。香りが良かったです。本当にこういうのはちょっと初めてだったのでびっくりしましたけど、私は伊万里とかでもテントサウナ、あと、あの、もともと佐世保なんですけど、佐世保でもこういうイベント結構やってて、ただキャンプ場とコラボするっていうのはないんじゃないですかね。すごくいいと思います。こう雰囲気とかですね。そうですね、自然の中でっていうのはすごくいいんじゃないですかね。まあ、何個かこうテントがありますけれども、はい、まあ、色違いのテントがあって、これ どういう種類のサウナなんですか。まあ、ちょっと、まあ、名前はいろいろあるんですけど、はい、まあ、こっちがちょっと簡単に言うと断熱材も入ったような結構あの保温性の高いタイプのテントと、はいはいはい、まあ、こっちが、はい、あのフィンランドのテントで、はい、結構コンパクトに持ち運べるサボッタというタイプですね。サボッタ、はい、サボッタ、サボッタというテントです。こっちがモルジュというテントです。一生懸命働いててもサボッタですか。そうです、一生懸命やってもサボったことになります。あ、面白いフィンランド式サウナですねフィンランド式がサボってるかどうかは分からないですそうか、あちらもモルジュで、はい、まあ、サボッタ、はい、それからもうあの一番奥の小さいやつ、はい、あちらがあのリュックのサイズになるので。え、そうなんですか。そうですよ、あの折りたたんで収納するとバックパックの形になるので、え、そのままどこでも持ち運んで好きな場所でサウナを楽しめるっていうのがあのモビバっていうテントです。じゃあ、あの山の頂上でもサウナが楽しめちゃう。頑張ればという感じですね。頑張ればですねそうです、あのアルプスのシェルパさんみたいな、こう、なるほど、はい、荷上げが必要ですけど。あ、でも一口にサウナと言いつつも結構種類たくさんあるんですね。いろいろあるんですよ、はい、やっぱりこう温度的にも断熱材が入ってる方がすごく高温まで上げれるので、はい、あの熱いのが好きな人はそっちがいいでしょうし、はあ、柔らかく入りたい人はサボッタの方がいいかもしれないですし、まあ、巷でよく聞くこう整うって言うじゃないですか、はいはいはい、
まあ、サウナの楽しみ方ってどういう風に楽しんだらいいんですか？もう本当人それぞれ楽しみたいように楽しめばいいっていうのが多分本当なんでしょうけど、はい、まあ、一般的にこうサウナで体を温めて、はい、水風呂でしっかり冷やして、はい、その後休憩をして、これをまあ繰り返すことによって副交感神経っていうんですか、はい、それを刺激して気持ちよくなっていくっていうのが、まあ、サウナのまあ、いいところと言われてます。参加されてる方に聞いたら宇宙と交信できてる感覚なみたいな話もあったんですけど、血行が良くなってくるので、はい、力が抜けてるけど、あの頭の中はどんどんすっきり冴えていくような感覚になっていくので、ぜひ体験してほしいですね。じゃあ結構あのリラックスした状態、もうそうですね、あの俗に言うディープリラックス状態とかよく言われるんですけど、そしてまあここもこんな感じで自然の中に囲まれて、はい、あのサウナすることによって、まあ、こう自然と一体となる感じが多分得られるんじゃないかなと。いや外でね、こうまさかキャンプ場でこう体を露出して、でそしてこう気持ちいい体験ができるって、こうサウナだけですよね。そうですね、サウナじゃなかったらちょっと危ない人ですもんね。うん、まあ僕もたまに外で気持ちよくなりたいなと。じゃあ早速、はい、こちらのサウナをどうぞ、はい、どうぞどうぞ。その格好で入るんですか？この格好は私だけです。そうですね、はい、びしょびしょ覚悟でどうぞ、はい、う期待しててください。振りですね、はい。あっつ、あ、ご一緒に、はい、どうでしょうか？失礼します。どうですか、率直にまず入ってみて。あ、そりゃこんな格好で入るやついないですよね。まあ、入って今一番最初に思ったのが、まあ、虫鳥の気持ちになりましたね、はい、虫鳥、はい、蒸されてますか？蒸されてますね。こんな感じで身が蒸されていって最後美味しく食べられるんだっていう虫鳥の気持ちが今非常に分かります。出汁出そうですか？はい、出汁が出そうってことで出てます、もうもはや出てます。いや、まだ出てないかな。まだ出てないですか？そしたらですね、このサウナストーンに水をかけて蒸気を発生させるんですね、はいはい。まあ、それを浴びることによってより体感温度を上げるということができますので、あーっ、ちょっと待って、ちょっとテレビなんで激しめにやってきますね。ちょっとやばいなこれ、息ができん。で、これで空気を攪拌していきます。はい、湘南の風ですね。そうです。大丈夫ですか？まさにあれですね、空気を攪拌することで、はい、この暑さが焼け石に水ですね。そういい方の方ですから、あの、いい香りがします。いや、めっちゃいい香りがします。ただ、息ができん。はい、今日ちょっと多すぎましたかね。焼け石に水ですよ。あ、そうですか、それがまさに。あ、違う、使い方間違ってるかな。判断力が。でもこれで脳がスッキリしていくんですよね。そうですね、こうやって体感温度がどんどんガッと上がるので発汗を促して体を温めていく。煩悩も一緒に、はい、汗と一緒に流して、はい、水に流していただいて。ああ、いい出汁が出てきた。すごいですね、もう。僕普段あまり泣かないんですけど、はい、目の周りに汗が来ることによって、はい、なんか悲しい気持ちになってきました。失恋したみたいな。あ、本当ですか？はい、そういうタイプのあれなんですね。はい。結構くよくよしちゃうタイプなんで。あ、そうなんですか？はい。普通は皆さん10分ぐらいここで蒸されて体をグッと冷やす感じ。あ、でもちょっと慣れてきたかもしれない。どれぐらいサウナ入られる？週に数回ですね。結構、はい、じゃあもう本当にサウナマスターです。あ、洋服もすごい。ダシ。あ、すごい。なんかタイダイ染めみたいになってますよ。いやいや、もう新手のデザイン、新しいデザインみたいな。いい汗出てますね。いい汗出てます。ちなみにちょっと脱いだ方がいいな。脱いでいいですか？うん。脱いだ方がいいよ。
でもこの格好で入っちゃってるかな。下用意してたら別に脱いでいいんですけど。そうだね、そうだよね。用意してたら、ね、用意してたです、ね。まあでも理想の格好はあの水着、何にサンダル、まあ、タオルとかを準備しとくと誰でも楽しく楽しめる。あ、はい、間違ってもですね、シャツとなんかスラックスとなんか靴履いてみたいなのは結構大変だと思います。あ、もうだいぶ大間違いですね白を黒っていうぐらい間違ってますねなるほどですね、はい。まあ、今みたいにバカみたいにかけるとこんなことが起きてしまうので、まあ、好みの自分の体に合ったペースでですね、はい、楽しんでいただくといいかなと思います。髪もものすごく熱くなってます、ね、しっとりですよね、はい。だからこうあのサウナハットなんかがあるとそのあのあ上が熱いんですよ。なんで上からどんどん髪が傷んで頭からのぼせやすくなるので、みんなこうやってサウナハットとかで頭部を守って体からちゃんと温まっていくようにっていうのはみんなしてるんですよ。あ、北欧の文化だから砂布巾を真似てかなと思ってたんですけど違うんですね。砂布巾リスペクトではないみたいですね。あ、はい、そうなんですね。本当にそんな感じかなと思ってました7分だ。はい、なかなかいいワンセット目って感じですね。普段サウナでこんなに喋りますか？普段、まあ、今コロナ禍なんで喋れないですけど、いいコミュニケーションの場所ですよね、サウナ内。確かに、はい。テントサウナだったらあんまりそういうの気にせずに身内だけとかだったりですね、喋りしながらコミュニケーション取りながらできるのでいいと思います。僕結構暗いんですよ。あ、こんにちは。あ、ありがとうございますって言うとなんかちょっと違うねってよく言われるんですよ。いやでも本当にね、まあこういういろんなねコーナーに出させてもらって声かけてもらうことがめちゃくちゃ多くなりまして、やっぱりこう見てもらってるっていう実感ってすごく励みになるし、そしてやっぱこうこっちのモチベーションにもつながってきますよね。悶々とした空間の中で悶々とちょっと思いを語ってしまいました。小野くん大丈夫？もう10分経過したよ。ちょっときついですね。やばいやばい、これは本当にやばい。やっぱりこう格好間違っちゃってるんでやっぱりねあれシャツちゃうんかいちゃうんやで。あれあれ楽しみにしていてくださいって言ったでしょちゃんと僕なりのサウナの清掃できましたからバッチリじゃないですか。はい、どうですか藤井さん、サウナの格好。はい、あの吸水性もなんていうんですかね、あのすぐ乾く素材だから適してると思います若干の蒸気を逸脱したか、逸脱したかはちょっと否めませんが、どうですか僕の清掃。これで僕いつも結婚式も出ますから、ね、清掃なんでじゃあ水行きましょうか。いいですか。いいです。いいすよじゃない、いいすよじゃない。足腰こっちのウェッティーカーはちょっと想定してなかった。あ、でもこれ汗が流れるって気持ちいいですね。そうですね、なんで体しっかり冷やしてもらって。いやいやいや、しかもこれやるとちょっとまた早く入りたいってなりますよ。そうですね、その前に一回休憩挟まないと多分大変なことになると思うんで。何その入り方変ですか？うつ伏せ変ですか？水温は18度です。僕の感覚からするとこれですね、9度ぐらいですね。9度？9度ですね、はい、18度じゃないです。18度はあの春の心地いい天気、あの気温なんで
そうめんですよね、結局。そうめん茹でた後締めるじゃないですか。キュッと締まってコシが出るみたいな。じゃあ今キュッと締まってる。キュッと締まってます。締まってます。はい、いろんなところがキュッと締まってます。Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror and... だいぶすっきりしました。もうこの天気でもこの半袖短パンで全然大丈夫です。もうツヤがでしょ。いや、なんか本当にまあサウナですけども、お風呂に入った後かのようなこうさっぱりとした感覚というか、サウナに入って終わりじゃないということで、今回は食事も提供されているという。外飯クラブさん、こんにちは。今日こう料理も提供されてるってことなんですけど、メニューは今日は何ですか？ホットドッグを出しております。ホットドッグ、はい、サウナ入った後、はい、ズバリこうホットドッグでお腹と心を満たしてっていう感じですか？そうですね、今日サウナフェスということで、フィンランドにちなんだフィンランド名物の、まあ、フィンランドミートボールが有名なので、ミートボールを挟んだホットドッグ。へえ。はい、こう外飯クラブさんって書いてありますけど、はい、こうお店なんですか？お店ではないです。どう、ただ好き物が集まった集団です。なんかイベントとかにこう出展されてたりとかするんですか？そうですね、イベントはまあ月1回だけ、はい、まあ、みんなの都合が合えば参加という感じで、どっかキャンプ場とかに集まって、はい、みんなで料理してみんなでご飯を食べるっていうだけの集団です。ああ、そうなんですね。お店かと思ってたんですけど、はい、結構楽しそうな。そうですね、ただ外で食べるのが一番美味しいと思うので、自分の中では、はい、ただもうそれに尽きるというか、そういう活動をこれからも続けていきたいと思います。ちょっと私も一ついただいてよろしいですか？ありがとうございます。今準備します。はい。もうやばいでしょ。もう作ってある時からもうこれはもうたまらんなと思ってたんですよ。今日お昼撮ってないんで、もう最高です。うわー、これいい具合、最高でしょ。これ結構肉肉しい、結構がっつりしたミートボールですね。ちょっとつけてね、いきます。これ想像してたミートボールよりもかなり肉肉しい本格的なミートボールです。汗かいたら喉も渇くんですけども、お腹も相当減ります。そこに胃袋にガツンとくるこの肉肉しいミートボールと食感のイップクロスが最高です。いや、瀬田さん、この大自然の中でのサウナ最高でした。ありがとうございます。やっぱりこう自然の空気を味わいながらこう水の中でキュッと締まる感じもね、最高でした。はい。で、あとその後にいただく外飯クラブさんのご飯、
これがもう本当に胃袋をこうなでなでしてくれるようなこう美味しさでした。はい、やっぱりまあ有名な方々なので、はい、本当、まあ、皆さん喜んでもらえてよかったかなと思ってます。いやもう本当にこのキャンプ場を使ったこのイベントものすごく満足できたんですけれども、また今後もこういったイベントされていくんですか？そうですね、今後も引き続き、まあ、皆さんが喜んでいただけるようなイベントをやっていきたいなと思ってます。はい、なんか具体的にこんなイベントしたいなとかありますか？そうですね、なんか、まあ、地域の皆さんが盛り上がるようなそういったイベントができればいいなっていうふうに考えてます。で引き続きこのテントサウナのイベントも、うんうん、ずっと継続的にやっていきたいというふうに思ってます。はい、はい、ということで、まあ、ぜひね次回またここでイベントされる際は皆さんも見逃さずにぜひ体験してみてください。瀬戸さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということでお届けしましたちまち坊サウナフェス、いかがでしたでしょうか？参加者の皆さんのすごく気持ちよさそうな顔、黒神山の自然の美しさ、そして外で食べるご飯の美味しさ、今回のイベントは自然と一体になれるある意味究極の自然の楽しみ方と言えるかもしれません。テントサウナで私小野もバッチリ整いましたので、これからもさらにパワーアップしていろんな情報をお届けしていきます。テントサウナで私小野もバッチリ整いました。いやー最高でした。